ギオン・ブルー・フォードは、アメリカ合衆国の航空技術者、アメリカ空軍の戦闘機パイロット、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士であり、アフリカ系アメリカ人として初めて、アフリカ起源の人物として、キューバのアルナルド・タマヨ・メンデスに続き二人目に宇宙を訪れた。宇宙飛行士になる前には、アメリカ空軍に所属しており、大尉にまでなった。 1983年から1992年にかけて4度のスペースシャトルのミッションに参加した。ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれ、1960年にオーバーブルック高校を卒業した。1964年にペンシルベニア州立大学で航空宇宙工学の学士号。1974年に空軍工科大学で航空宇宙工学の修士号。 1978年に同大学でレーザー物理学を副専攻として航空宇宙工学の博士号1987年にヒューストン大学クリアレーク校で経営学修士を取得した。またペンシルベニア大学のウォートンスクールにも通った。趣味は読書、水泳、ジョギング、ラケットボール、ハンドボール、スキューバダイビング、ゴルフである。 1964年にリンダ・タルと結婚し、ギオン三世とジェームズの二人の息子がいる。ブルー・フォードはアリゾナ州のウィリアムズ空軍基地でパイロットの訓練を受け、1966年1月に W ・パイロット・ウィングスを得た。その後、アリゾナ州とフロリダ州で対マイナス 4C の搭乗訓練を受け、 ベトナムのカムラン湾の第557教育飛行隊に配属された。144回出撃し、そのうち65回はベトナム民主共和国上空であった。1967年7月、T-38A の教官としてテキサス州シェパード空軍基地の第3630教育飛行隊に配属された。百七十一年はじめには、 中隊長士官学校に通った。1972年8月、オハイオ州ライト、パターソン空軍基地の空軍工科大学に入学し、1974年に修士号を得て卒業すると、同空軍基地の空軍飛行ダイナミックス研究所に配属され、計算流体力学の分野で、いくつか論文を書いた。t-33、t-37、T t-38 k -4c, u-2, tr-1 k -5a, b 等の機体に登場して5200時間の飛行経験を持つ。そのうち1300時間は教官として t-38 に乗った。また、連邦航空局のパイロットの免許も持つ。ブルーホードは1979年8月に数千人の候補者の中から NASA の宇宙飛行士に選ばれた。シャトルアビオニクス統合施設とフライトシステムズ、ラボラトリーで宇宙ステーションの運用、シャトルリモートマニピュレータシステムや、スペースラブのシステムや実験、ペイロードの安全性、飛行ソフトウェアの評価等を担当した。STS-8、STS-61A、STS-39。 STS-53 にミッションスペシャリストとして参加した。最初のミッションの STS-8 では1983年8月30日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。これはスペースシャトルチャレンジャーの3度目の打ち上げで夜間に打ち上げと着陸を行う初めてのミッションであった。このミッションの間乗組委員は インディアンナショナルサテライトを展開し、カナダで建造したロボットアームを試験し、生細胞サンプルを用いて、コンティニュアスフローエレクトルファーシスシステムを運用し、宇宙飛行の生態生理学的効果を調べるための医学測定を行い、4つのゲッタウェイスペシャル、キャニスターを起動した。145時間で地球を98周し、1983年9月5日に、 カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に着陸した。その後、1985年10月30日に STS-61A でケネディ宇宙センターから宇宙に飛び立った。このミッションでは一度に宇宙飛行を行った最多人数である8人が登場し、うち3人はヨーロッパ人のペイロードスペシャリストであった。またこの回は、 ドイツ航空宇宙研究所の指揮のもとで行われた初めてのスペースラブのミッションであり、アメリカ合衆国が米ロードの制御を他国に渡した初めての事例となった。このミッションでは、ゲットウェイスペシャルのキャニスターからグローバルローオービティングメッセージリレーサテライトが放出され、スペースラブで流体物理学、材料科学、生物科学、 ナビゲーション等を含む76の実験が行われた。169時間で地球を111周し、1985年11月6日にエドワーズ空軍基地に着陸した。1991年4月28日は STS-39 でケネディ宇宙センターから打ち上げられた。乗組委員は AFP-675 ペイロードを用いてオーロラ。 地球の円、空、スペースシャトルの環境に関するデータを収集した。このペイロードには、クライオインフラレットラディアンスインストローメンテーション、フォーシャトルエクスペリメント、ファーウルトラバイオレットカメラエクスペリメント、ユニフォームリーリダンデントアレイ、クワドリューポルヨニュートラルマススペクトロメータ、ホライゾンウルトラバイオレットプログラム等があった。また、インフラレットバックグラウンドシグネチャーサーベイを積んだ。 スパズ2を展開、回収した。199時間で地球を134周し、1991年5月6日にケネディ宇宙センターに着陸した。最後のミッションは STS-53 で、1992年12月2日にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。5人の乗組員は国防総省のペイロードを展開し、いくつかの軍事実験を行った。 175時間で地球を115周し、1992年12月9日にエドワーズ空軍基地に着陸した。4度のミッションの合計で宇宙の滞在時間は688時間となった。コロラド州モニュメントのボーイスカウト第514、分隊はチャレンジャー号爆発事故で爆発した機体に乗せるためにアメリカ合衆国の国旗を提供していたが、 この国旗は無傷で戻った。イーグルスカウトであったブルーフォードは1986年12月にボーイスカウト第514分隊にこの旗を返還する使者に指名された。この年の12月18日、ファルコン空軍基地で行われたセレモニーで旗を返還した。ブルーフォードは1993年に NASA を辞し、空軍も引退して2マ、インクの副社長。 1997年5月には、フェデラルデータコーポレーションの航空宇宙部門の副社長。2000年10月には、ノースロップグラマンの微小重力、研究開発担当の副社長となった。2002年9月に、ノースロップグラマンから離れ、オハイオ州クリーブランドの技術コンサルタント会社である、エアロスペーステクノロジーの社長となった。1997年に W。 インターナショナルスペースホールオブフェーム2010年に W ユナイテッドステーツアストロノートホールオブフェームに選ばれた。2002年アフリカ研究者のモレフィケテアサンテはブルーホードを100人の偉大なアフリカ系アメリカ人に選んだ。2006年には母校のペンシルベニア州立大学からグランドマーシャルに選ばれた。ありがとうございます。